県内,ではきょう県内で新たに感染が確認されたのは仙台市で1279人名取市で110人大崎市で102人富谷市で92人石ノ市で90人など合わせて2504人です。 今月22日の2508人について過去2番目に多く火曜日の最多を更新しましたまた新型コロナに感染し入院していた90代の男性と70代の男性が亡くなり県内の死者は207人となりました